で足の裏でゴリゴリと砕いたものはですね、体の中心、腎臓で処理されるものですからね。でそこまでですね、こう揉み上げて。痛いの？いや痛くはないけどびっくりした。まあまあ足の裏に比べればもう天国みたいな話ですよ。はい、そうですね。でストレスを感じたらですね、考えるな感じろです。はい。うん。まあ武藤さんなら大丈夫です。何をすればいいのかですね。体が知ってるはずです。今回は手だけですよ。もうオールハンドですよ。もう天国みたいな話ですよ。そうです。天国。天国。これが天国だったと。天国ですね。でこうですね。足の付け根もですね、揉み上げて。痛い。うん。腰が良い。まあ、笑ってます。真面目な話、ここ砕いたものはね、体の中心ですね、足の付け根までですね、考えられるところまでですね、目いっぱいですね、運んで、うん、足もみを受けてるという実感があると思います。叫ぶような波とかではないってことですね。うん、まあまあ叫びたかったら叫べばいいんです。まあ足の裏に比べればいいかなといった感じですよ。そうですね。そうですね。こんな感じですね。めっちゃもだいてますけどね。ね、好きなように。痛い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 
力入ってます？まあまあ。ふくらはぎは好きなように。ちょっとねここ結局ね張ってるんですねここの右の。あ、うん、足の筋肉とかどうこうじゃなくて。いや結構ね本当に単純に筋肉ですね。あ、立っててですね疲れが溜まってると、まあそうそう。あ、そうか。うん。優しくもできるんです。まあ、ちょっとね張ってると痛いんですよ結局。大ですね。そうそうそう。ここが一番張ってるんですよ。ね、なんかおしゃれでですねハイヒールとか履いてるとですね負担が多分ね強いんだ。足底だけど私。うん。リキッドが入ってない男性とかやっそこまでって。まああとは実際にどれだけ立ってるかとかそういう話です。そうそうそう。うん。体重の負担もあるでしょうしね。うん。いろんな要素。ただまあここのところはですね右の首ここのところが一番張ってるんです。左にはなかったものが感じられます。あ、左じゃなかったけど右は張ってる。そうそうここは張ってるんです。やばいやばいなんかある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 。え、だってさっき左の時そんなにそこ。そうですそうですそうです。ね、おとなしかったですけどね。痛いです。痛いです痛いです。ですまあそういうもんそういうもん。痛い、うん。結局なんか硬いものが神経にぶつかると痛いんです。その足の裏も共通でね、はい、で、暖かくて柔らかい方がいいと、はい、うん、大丈夫、足裏よりは。そうです、あの地獄を感じた後はですね、もう天国です。もうはっきり言うとあれ地獄ですね、はい、うん、でもそんな地獄の中でもお二人とも生き生きしてましたよ。なんなら大丈夫ですよ。最高年齢の方が受けるんですか。結構80過ぎの方も受けます、ね、あ、まあちょっとぽっくりいきそうになりますけど、ね、痛がってはいるんですか。まあまあそうですそうです。叫ばれるんですか。まあそうですね、意外とまあそれぐらいの方だと結構健康志向も強いもんですからね、結構他社で受けてますよ。すごい、うん、事情があったら叫ばれるのは想像的に、うん、今からはどこを。まだここがあるじゃないですか。あ、ここか。あ、でも最近内ももがすごい痛い。じゃあもう痛い、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 普通に痛い。あ、もうそうですね。足裏とそんな変わらない。うん、変わらないね、結構痛い。溜まってるってこと、うん、そういうことです。あ、これ結構痛いで、ね、痛い。みのさん野生味がありますね。いいですよ。大事にしてくださいね。あ、あ、やばい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 。やばいや、起きちゃったよ。起きちゃったよ。起きちゃったよ。本能に従えばいいです。起きたかったら起きればいいんです。正しいですね。なんか掴みたいですかね。ちょっと、痛い。でもですね、絵的にエネルギーなんですよ、なんか掴むと。カメラカーツがない。顔が隠れるのは、ね、絵的にエネルギーなんです。痛い。これ何分ですか。もうまあ適当に終わらせます。そう。棒とか使ってないしなと思って。そうそうそう、手ですからね、オールハンドですからね。やってるけど。こんなもん天国みたいなもんですよ。先生、圧力、圧痛いです。骨じゃないですよね。先生ストップ。優しい指の腹ですよこんなもん。へい。優しい世界です。何かの痛みみたいな感じでも違うと思う。何にキューってくる感じとも違う。ああ、違うと思います。これもうおさんみたいなんですけど。あ、はでもいいじゃないですか、イメージトレーニングですよ。これでもうおさんの時もビビることはないですよ。あ、私なんかちょっとあの経験があるみたいな感じに思えるかもしれない。おさんなんかイメージできるみたいな。イメージはできますけど、でも痛みの部位が絶対違う。多分ね、ただこの向き合い方は応用が効くはずです、はい、痛みというストレス、はい、うん、
どうすればいいのかというのがですね、本能的にですね、わかるはずです。無痛分娩にしますし。無理だ。なんか東海オンエア以外の YouTuber とか来そうな気がするんですけど、こんだけ痛い。まあそうですね、コロナじゃなかったら来てるかもしれません。うんうん、東海オンエアほどは有名じゃなくてもですね、多分来てたと思います。あ、そうですそうです。まあまあまあ、うん、確実に数字取れますからね。まあ、うん、痛がってますからね。結局コロナの影響が大きいです。はい。うん。嘘じゃなかったね。嘘じゃない。ここでギャーってなってる人たちは、うん、いいな、うん。でもそれが分かっただけでもいいじゃないですかね。それに早乙女さんはですね、なんかちょっと多分変わりましたよ。覚醒し、何かね、扉を開いたと思います。びっくりした。本当におさんみたい。いやいいですね。ジヤ、うん、なんかバレエとかやってました？やってました。あ、そんな感じが見受けられます。あ、うん、どういう感じなの？いやいや、なんとなくわかります。柔らかいなと思って。いや、昔バレエってどっちですか、もしかして？ああ、そうかそうか、バレエってこっちの方ですか？ボールです。あ、ボールですか。でもまあまあではちょっと自分の想像とは違ってた。痛い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 。死んじゃう死んじゃう、うん。いや、ほぼ痛いですね。痛い、怖い、うん、でも、まあ痛くてもね、なんとかしてくださいって話なんですよ。ストレスむしろ発散してくださいと。たまに言葉が聞き取れなくなります。足の裏の時もちょっと思ってましたけど。言葉の壁を越えてるようなもの。サオトさんが一番得るものが終わったと思いますよ、うんうん、扉開いてます、うん、少なからず叫ぶだろうなとは思ってけど、まさかこんな死ぬし、最初から飛ばしとったもんね、うん、なんかそのやっぱりね、バレエやっててちょっとね、野生的なものですね、本能的なものが磨かれてたんです。そっちのバレエ持って生まれた資質もありますけどね。ただ本当にそういうのがね、どん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 閉ざされていくんですよ、はい、理性的にならざるを得ないもんですからね、はい、そうですね、はい、仕事で我慢、家庭で我慢といった話になってくるんですからね、うん、で制御するっていうのはですね、社会の中で生きていくのに一番必要な技術ですけどね、はい、ただ個人の健康はですね、間違いなく犠牲にしてます、はい、うん、我慢することによってね、うん、我慢はしてない。ああ、まあ、今はいいです。我慢してない、我慢しないと社会の調和はですね、乱す、ちょっとね、乱しがちになるんですけど、はい、ただ個人の健康にとってはいいです、はい、自分勝手でわがままなのがですね、健康にはいいというのがメッセージです、はい、うん、まあそういうメッセージですね、はい、でこの店は健康を扱う店ですからね、はい、自分勝手でわがままなのがいいよという感じですね、まあ、世の中とは逆の主張にはなるんですけどね、はい、うん、まあ健康本位で見ればそういう話です。これは付けにやった方がいいね。うん、まあまあまあ。
怖いのがちょっと怖いんだよね。無駄もうギャーって言っとったじゃん。ギューって痛いのだって痛い。まあでも覚醒した早乙女さんだったら大丈夫です。そこのものはエンターテインメントです。まあさっきのクワとか言われたんだけどさ、それに劣らずの、いやだってさ、なんだろう、椅子じゃん、こう、大丈夫になりますね。